じゃあ簡単な話から入るけど、魔術を使うのに必要なものが魔力だってことは知ってるわよね。魔術さえ発動させられるなら、それらは全て魔力と言い換えても差し支えはないわ。魔力の種類は千差万別。自分だけの精神力を持って魔術を使用する者もいれば、自分以外の対価を持って魔術を使用する者もいる。ここまでは知ってるでしょ？ああ、マナとオドのことだろ。マナが自然、世界に満ちてる魔力。オドが個人が生成できる魔力だ。そうそう、よくできました。じゃあそのマナを用いた魔術から順に説明しましょう。いい？シロー、積み重ねた歴史が浅い魔術師、要するにシローのことね、はすでに形あるものを持って魔力となすの。これは古くからシステムとして確立している儀式、供物を持って神秘と接触する方法よ。自身の力だけでは足りないから、代価を用意して取引するというフォーマルクラフト。これなら術者の魔力が希薄でも魔術は作用する。何しろ使用する魔力は自分からではなく、マナから借り受けるものだから、術者はただ儀式を行うだけでいい。けどまあこういうのは知識がないとできないからね。シロにはまだ無理だし、そもそもこういう血生臭いのは向いてないわ。あなただな。俺も鳥の生贄とか魔法陣を敷いて一晩中祈るとか、そういうのはやりたくないでしょ。じゃあこれは置いといて、次はオド、つまり魔術師個人の力で行う魔術のこと。もう言うまでもないと思うけど、これが私やあなたの基本的な魔術講師よ。シロの強化は他者の力を借りないでする自身の魔術回路だけを頼りにした魔術でしょ。その自分だけの魔力を生成する機能、魔術回路っていうのは先祖代々受け継がれる遺伝体質なの。魔術回路は何代も重ねて鍛え上げられ、より強さを増して子孫に継承されるわ。魔術師の家系の子供はそれだけで魔術に適した人間ってわけ。フェアじゃないけど、私とシロはスタート地点からして違うってことよ。それは知ってる。気にしてないから話を続けていいぞ。別に気にしてなんかないけど。まあいいわ。それでね、そういった魔術回路とは別に、その家系が代々鍛え上げてきた秘伝の魔術っていうのがあるのよ。さっきの宝石と似てるかな。一つの魔術を極めるとね、魔術師にはその魔術が手に取れるようになるの。本来なら形のないただの公式に過ぎない魔術を手に取れる感覚ってわかる？わからないが、体の一部になったようなものなんだろうな。手に取れるっていうことは、ご名答。扱われる式という域を超えて、もはや自分自身となった魔術っていうのは形に残せるのよ。それは不安定な魔術を確立させる偉業であり、同時にその魔術師が生きた証でもある。で、魔術師は死ぬ間際に自分が成し得た偉業を刻印として後継者に譲るのよ。これをやるから自分が成し得なかった地点に到達しろ。もしかしたらわしが残した刻印が何かの役に立つかもしれんってね。まあ残した方も残された方もそんな刻印が何の役にも立たないって分かってるんだけどさ。なんだよ、それだけすごい刻印なのに何の役にも立たないのか。立つわよ。普通に魔術師やってれば刻印一つで左打ちはっていうぐらい役に立つわ。まあけど、それは自動車をもらったようなものなのよ。どんなに地上を速く走れても月にはたどり着けないんだから。いいから話の続き。もう分かったと思うけど、その刻印っていうのが魔術刻印なの。その家柄の当主が一生をかけて完成させた魔術を刻印にして子孫に譲り、子孫はさらに次の魔術を完成させて刻印を増やし、また子孫に継承する。そうして複雑さを増し、深い歴史を刻んだものが魔術刻印。魔術師にとって逃れようのない縛りってこと。つまり
魔術刻印にはその家系の全てが記録されているってことか。ああ、それは違う。家系の記録はちゃんと書物で残してるわよ。魔術刻印にあるのは単純に魔術だけなの。勝手に呪文詠唱をしてくれたり、自分が習得していない魔術も使えたりするだけ。わかりやすく言えば、自分の体に魔法陣を刻んでいるようなものかな。うん。それじゃあさ、別に刻印は誰に刻んでもいいってことにならないか。魔法陣なら形さえ知っていればいくつでも書けるじゃないか。それがそういうわけにもいかないのよ。魔術刻印っていうのはね、生き物みたいなものなの。臓器を移植することに近いわ。臓器は一つしかないものだから、何人かに分け与えるとか写本するとか、そういったことはできないの。あ、うん、そうか、確かに。それじゃあ遠坂にもその刻印は移植されてるのか。移植ってのは我ながら後ろ向きな例えだったわね。私の場合は左腕、肩から手までびっしりね。ただ魔術刻印は使わなければ浮かび上がらないから、霊樹と違って隠す必要はないわ。まあそんなわけだから、魔術師の家系っていうのは一子相伝だったりするの。その家に兄弟がいた場合、どちらかは魔術を教えられずに一般人として暮らすのが常なのよ。だって魔術刻印を渡せないんだから、魔術師として大成されてもあまり意味がないもの。ああ、それはシンジも言ってた。そっか、そういう理由でサクラは教えられなかったんだ。ええ、けどマトウの家は何代か前から刻印の継承自体が止まってるわ。だからシンジに教えられたのは魔導の知識だけなんでしょう。ほんとそういう出会いが一番厄介なのよね。魔術ってものを実感できないくせに魔術を使おうって言うんだから。さて、魔術を教えるってことだったけど、ちょっと予定が変わったわ。シロウに魔術刻印がないんなら違った方針を立てないといけないし。うん、今夜はここでお開きにしましょう。明日までにはいろいろと用意しておくから、それまで待ってちょうだい。遠坂がそう言うんならうなずくしかないんだが、なんだよそのいろいろ用意しておくって。だからいろいろよ。刻印がないってことはあなたスイッチできないんでしょ。体の中身をいじるんだから、お薬とか矯正器具とか必要じゃない。なに、嫌だって言うんならやめるけど、その場合私が教えてあげられることはなくなるわよ。ま、いや、嫌だけど頼む。遠坂の言い分は多分正しい。じゃあ明日はそれで決まりね。そうだ、あなた明日もセイバーと剣の鍛錬をするつもり？ああ、そうだけど、学校の結界も気がかりだけど、発動するまでまだ時間がある。それまで。そ、まあいいけど、その割にはセイバーとはうまくいってないようじゃない。それは、その夕食前までは普通に話せてたのに、夕食から妙に黙り込んでたし。念のために聞くけど、あなたたちうまくいってるんでしょうね。いざ戦闘って時に仲違いされたら、私たちまで被害を受けるんだから。そういう遠坂はどうなんだよ。セイバーのこと好きなのか。好きよ。だって嫌いになる要素がないじゃない。強いし礼儀正しいし綺麗だし。うちの皮肉屋とは大違いだわ。
ふーん、そうか、遠坂はセイバーが好きなのか。何よ、素直に好きな部類だって言っただけでしょ。あなたね、そのストレートな物言いは直しなさい。いろいろ敵を作りやすいから。お断りだ。もともと口下手なんだよ、俺は。そうでしょうよ、嫌味とか皮肉とか口にしなさそうだものね、シロウは。ええ、どうせ私のことなんて口うるさい嫌味なやつだとか思ってるでしょ。なんでさ、俺遠坂が言う分には好きだぞ。なんかさ、そうじゃないと遠坂じゃない気がするし。サーバント、アーチャーか。するんじゃないのかよ。無論そのつもりだ。私の傷が治り次第このくだらん協定も終わらせる。故にお前と話すことなどないと今まで傍観していたのだがな。なんだ、遠慮しないで傍観してろ。俺もお前と話すことなんてない。そうしたいのは山々だが、見逃せないことがあってな。お前サイバーには戦わせないらしいな。悪いかよ。やはり小僧の考えそうなことだ。他人の助けはいらない。できることは全て自分でやる。加えて犠牲者は一人も出したくないか。虫図が走るな、その思考。前に言われる筋合いなんかないぞ。俺は俺が正しいと思うことをするだけだ。文句を言われる言われはない。筋合いはある。同じサーヴァントとしてセイバーの苦労は理解できるからな。お前のようなマスターではセイバーの負担も大きかろう。ふざけるな。俺はセイバーに負担なんてかけていない。あいつの代わりに俺が戦うんだから、それでいいじゃないか。戦わなければ傷つかないとでも。サーヴァントは戦うためだけの存在だ。それから戦いを奪うことこそ冒涜だが、まあお前に言っても始まるまい。それでどうなのだ、セイバーのマスターよ。どうって何か。お前は本気で戦わずにこの争いを終わらせるつもりか。誰とも争わず、誰も殺さず、誰をも殺させないと。争わないとは言ってないだろう。戦う時は戦う。なるほど。それで戦っても誰も殺さないと。そうだよ。なんか文句あるか。お前の甘ったるい考えに邪魔などせんよ。そんな余裕はないし、
そこまで水強ではない。だが、間違えるな。お前が気取る正義の味方とは、ただの掃除屋だ。その方法で救えるものは、生き残った者だけと知れ。待てよ。正義の味方の、どこが掃除屋だって言うんだ。お前も気がついているはずだがな。いいか。その方法では、悲しい出来事、悲惨な死を元に戻すことはできない。もともと、それが限界なのだ。正義の味方なんてものは、起きた出来事を効率よく片付けるだけの存在だ。お前は、お前が救いたいと思うものこそ、絶対に救えない。理想論はあくまで理想に過ぎない。お前が理想を抱き続ける限り、現実との摩擦は増え続ける。お前が取ろうとしている道は、そういうものだ。ならば、いつか現実に直面し、その折り合いのツケを支払う時が来る。お前のその選択が、多くの命を奪うこともあるだろうよ。覚悟ぐらいはしておけ。己の矮小さを実感したとき、まず何を正し、誰を罰するかと。それができぬようなら、その夢も、その魔術も、今すぐ捨てるのだな。いいか。誰が何をしようと、救われぬ者というのは確固として存在する。お前の理想で救えるものは、お前の理想だけだ。人間にできることなど、あまりにも少ない。それでも。おい、待てよ。お前、何を言いたいんだ。なんだあいつ。言いたいだけ嫌味を言って消えやがって。覚悟はできてる。俺が間違っていた時はこの命を差し出すだけだ。本当にあいつとは肌が合わないな。それでも一度も振り返らずその理想を